こんにちは。ええー、二千十七年二月十日金曜日四時の時間でございます。ええー、皆さんいかがお過ごしですか。ええー、今日は特に寒いですね。本当に <laughs> 沖縄が寒いと言ったら <laughs>、あの皆さんね本土にいらっしゃる方は笑うんですけど、もうね沖縄の果てのあの奥奥で今。 今日の朝の新聞読んだら8.5度でしたってね,ねすごいですねなでも12度 <laughs> もう本当にあの風が冷たいんですよね沖縄はね風が強いし。 もう本当に寒くて私は今日はねいろんなあのカーディガンからセーターからコートも羽織ってきましたんですけどラジオ局でちょっと暖かくなってますのでまあね本当にあの寒い沖縄も寒いです、えー、ね、えー、皆さんも、えー、インターネットを通してね何かあの本土の方でもあのうちの弟も 鎌倉の方で聞いていると言ってましたけどね。<laughs> 本当にありがたいことですけど、うん、あのね、えー、雪がね。本土の方はすごいですね。ねすごい。雪が積もってて。うんうん、まあ雪下ろしでもうね。その雪下ろし,しながら雪に埋もれてね。大変な目に遭ってるとか、いろんなニュースを聞いて。うん えー、大変だろうなと思いますけどね沖縄はその点恵まれていま,すね <laughs> まあねあのプロ野球選手も沖縄に6球団ですか、うん、あの見えておられてね本当にあの沖縄の人たちはその,あのスキー好きの球団の方に行って <laughs>、えー、見ているようですけど。 さんはどの球団が、うん、いやもう <laughs> スポーツだったらみんなあれだけど <laughs>、ね、やっぱりねあの昔ながらの。 おあの長島っていうあれがあってね、はいえー、巨人軍っていうのがね、えー、頭がこうなんかこうインプット入っててね,うねこう、えー、応援しちゃうのね<ー>、うん、そうですね巨人ファン多いですよね、うんうん、<laughs> うちの婿などはね阪神、うん、ファンで、うん、沖縄でね 阪神、あのキャンプ持ってますよね。それで、もやがてね、うちの向こうは、あの。休暇もらって、来ると言ってますけどね。追っかけてるんです。よ沖縄に来るのね、楽しみにしながら。はい。驚いてるんじゃないですか。沖縄もこんなに寒いの。なんて思ってるかもしれないですね。あちらの人にとってはね、何か涼しいとか、そういう風にね。寒い。 で、あまり思わないんじゃないですかね。ね私たちは寒いって震え上がるんですけどね。うん、まあ本当に。うん、もうそういう中でね。どん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 。まあ、あのお花が綺麗な花にね。たくさん咲くようになっておりますね。うん、まあ,あの緑も多くなってまして。うん 私のね教会でも桜の花がね12月頃からね桜の花が咲いてて「造花、うん、ですかね?」って昨日質問を受けたんですけどね「<laughs> うん、い,いえ本当の桜なんですよ」と言ったんですけどねそういう感じで、うん、まあ,あの太陽が出ると暖かいんですけど、うん、今日は曇り空でとても 冷たくと寒い思いしましたね。ね見ても、ねええうん、寒いような感じしますね。そスポーツねシロさんはね、うん、あの指導する方でしたけど、うん、のどういうことを子どもたちにあの指導して筋肉 本当に継続することが大事だから休んだりやったりじゃなくて寒くても雨が降ってもある程度降った時には外ではできないけど室内でのストレッチ体操とかね常に体を動かしているということの基本ですのでね私ももう今77になってびっくりしてるんだけどずっとお家にいるとね体がなまってくる。 ええ、動かなくちゃ。っていう感じになりますね。<laughs> そうですね。もう、そうですね。や,すねやはり。あの、うん、ベッドでね、あの、静かにするよりは。やはりね、うん、もう、動かして、冬でも。ね、はい、手足を動かして。はい、ですからね、うん。この前、あの、まあ。 地域のね、うん、体操教室ってあるんですけど、うん、地域で進めている、ね、あの健康体操などあるんですけどやはりあの手足を動かしてみんなで元気になりましょうっていうことなんですけどね、うん、あのもう何て言うかな ボケ防止に手とね体じゃんけんぽんのリズムを取りながら、うん、あの体を動かしている、うん、体操いってるんですけどね、うん、まあ本当にちょっと動かすだけでも体にはいいって言いますのでね、うん、体をこう体温をアップすると病気もね 良く、うん、くなっていく、うん、体温が低くなったらがん細胞がね発生するとかよく聞くんですけど、うん、体温が上がるとね、うん、とても体にいいってよく言いますよね、うん、血流も良くなっていくしね病気もね、うん、あまり発生しないとだから体温を上げようということで、うん、あのスポーツもねとてもいいと言われてると思いますね。うんうん <laughs> うん、ね、白間さんはもうね太ってもいない痩せてもいないちょうど <laughs> <laughs> あのね、うん、私などちょっと動かない方だからもうあちこち全肉ついてきていますよ高校時代から体重は変わらないですね<ー>、うん、そうですか,か<ら>いいですね、うんうん、もう <laughs> お腹のほててうに、ね、体型が、ね、少しねお腹にね <laughs>、うん、やっぱり脂肪がたまっ,て、ね、たまっちゃうね内脂肪がよくないって言いますのでねどうしてもあの皆さんとともに動きたいと思いますね。<laughs> はい、あねあのシャロームの時間なんですけど、うんまあ、シャローム平安ですね、うん、平安ということです。うんえー このあのね、先日私の教会では水曜日ね「っと聖書の学び」の中で、うん、あの霊的学びをやっていますけどね、うんえー、そこにねあの、まあ、よその教会の人ですけどね、うん、の私の教会シャローム精霊教会見てね「うん、あの来ていいですか?」と言って。 て電話があったからどうぞっていうことでねあの友達も連れてきてましたけどねあのそのお友達も彼もねまあ統合失調症ということでね、うん、あのもう座るなりあの大変自分たちのマイナス面を言うんですよねですからの自分たちはあの 特に、まあ、離島から来たあの彼の友達はね「あの僕はあのもう本当に統合失調症ですけど弟はねハンサムでとてもあのみんなから愛されているけど僕はこんな状態なんです」と言ってねちょっとあの太っていますけどねだからあのもうマイナスなことを言うから「あ,あ違いますよあなたもね立派なもう あの目もパッチリしてるんですよ目もパッチリしてるしね本当にあの素晴らしいですよということをねあの話したんですけどね、うん、そういうことないと思う僕はずっとね家族からも,あのもうほっぽり出されているというふうな、ね、ことを言ってましたけど「ああの神様はねあなたを愛してるよ」 あなたに命を与えた神様はあなたに幸せになれんみんなねああみんなに愛されてきなさいと言って、ね、あのこの地上にね聖を受けているよ、えー、見てごらんって聖書のね御言葉をあの教会に貼ってありますからね「私の目には高果でたっとい私はあなたを愛してる」ってイザヤ書のね御言葉をあの掲げてますからねそこを見てごらんと言ってね 励そしたらもう見てね「うーん」と言って「それあの本当にあなたはねもう目もパッチリしてるし素敵ですよ <laughs> ハンサムですよ」と言ってねやったらもう黙ってましたけどね。 本当に白間さんもね、も見た目では全然、ね、あのあれですよ、ね、そう,うあれがないですよ、ええ。そうですよね。うん、ですから何かしらちっちゃい時になんかひけになるようなことを言われ続けたのかしらと思う。そうですね。ねですから今ね、うん、あの何気ない言葉がその人の心の傷になってね、うん、もう本当にあのずっと大人になるまでその 傷を傷を引っ張っているというわけなんですけどですから私は励ましてあげてね「あなたは人のお話もできるでしょう」「パチッとねあの綺麗な目もしているし目もパッチリしてるでしょう」ということでね全然目の見えない人もいるしお話のできない人もいるし聞こえない人もいるのよと。 あなたはここまでね教会まであの来られたでしょう特に離島からねあリュックも背負ってここまで来られたでしょうってうあなたはもう本当にどんなにか幸せと思うよあなたは元気ですからここのこ,ここまでね両足で歩いて来られたんだから立派 立派にあった健康だしねもう本当に見た目もあどこも悪くないしね、うん、あもう本当にあの立派ですよと言ってね励ましてあげてうん、うん、あじゃあ今日はねもうあのちょっとあの7時半から、えーね、あの聖書の学びですけど彼たちはちょっとねあのちょっと早めに読んであったんですよ。そのの教会ちょっとの とご出張所ありますという電話があったもんだから、ちょっとじゃあ早めにあの1時間前にいらしてくださいと言ってね、うん、ま6時から来てましたのでね、の、えー、励ましてね、えー、じゃあ,あの見言葉が入る前にということで、うん、え先週でしたかね。 私が童話。こちらでね。うん、あの、読んだんですよ。城間さんが大阪行ってるとき私一人でしたからね。うんうん、大切な君というね。童話を読んだんですね。うんうん、ですから、本当に大切なあなたなんですよということでね。うん、あの童話を読んだんですよ。もう、あのお話、聖書のお話じゃなくて。童話の話をしてね。どんなに、あの。こう、ね。他人が。 あの見ては本当にあなたは自分で傷ついているけれども神様の目からも本当に愛されてる素晴らしい人なんですよということでねもうあの感謝しましょうねということをねの童話を読んだ後にもうねあのいろんなあの童話でもの星印、ね、いいもの,あのできるものを の人形ですけどねいっぱい星印でダメなあの人形にはねダメ印をつけてあの行くというものでしたけどダメなところは全部ね後では剥がれていきましたね神様はこんなねダメのところはないということをねあのでもどんどんダメ印のものが剥がれていくというようなねあれでしたけど。 彼にその童話を読んで聞かせて「あなたも立派ですよ」ということをね世の中には両手両足のないねあのあの人もいるけれどもニック・ビッチチさんねあの方も本当に両手両足ないんですけど世界でもあのね今あの全世界に回ってね福音を述べているんですね。うん、あの 子どもの時は随分い,いじめられてそしてその方もね何のために生きてるのってお母さんに聞いても「お母さん僕はどうしてこういう風にねあのこういう体で産んだの?と」と母親に聞いても私も知らなかったとお腹にいる時もお医者さんからねこういう子供だということも聞かされてなかったとあ生まれて時期もね私は あなたの一週間は面会できてなかったと言ってるんですね。うん、医者も内緒にしてたわけですね。だけど、このお母さんもクリスチャンで。そして一週間過ぎてから。ご主人から。ね。うん、あの聞かされて、そして面会して。で、あの、こうね、本当に愛おしい。子だと言ってね。あの胸に抱き、抱きしめて。そして。あの。 私にもどうしてこういうふうに生まれたのか私にもわからないしかし神様がきっとあなたにも教えてくださるでしょうということをね言い続けて成長してきたでも今は僕はねあの神様からきちっとねあのこういうふうに生まれてきてよかったと僕は今感謝してるということをね言ってましたね。うん、沖縄にも 2 3年前にいらっしゃったんですよ、ねうん、あのそしてあの僕としては今ではね誰でも僕を見る人は励まし僕が何にも言わなくても励ましを受けているということをね、うん、明るくあのさりげなくそうおっしゃってましたね。ですから私たちは生かされてるっていうことはその人その人にね生かされる役目があるんですよね。 ですからのどんな中にあっても希望を持って生きるということが大切だということをねその青年にも伝えてあげたんですけどね。うん、この青年がね、うん、もうちょっとね、うん、考えてスイッチを切り替えるちょっとしたねそう,そうですねスイッチの切り替えだと思うんです、ね、そうですね。ですからねあの、まあ、周囲の人はね,、うん、ねあの何もできない。 何もねとか言って避難してもしかし神様の目にはね高価でたっとい人なんですからね本当に今ロンさんが言ったようにスイッチを切り替えて自分にも生かされているもう本当に私ももそうだの私はもう何でいいことやってたつもりだけどみんな恨みになるのかなと思ってある時こう。 あのこの聖書を読むことによって、あっとと思ってスイッチを切り替えることのチャンスを。得られたんですよそうですね。で聖書は素晴らしいということはですね。はい。でもね、あの人それぞれにはね、弱さとかね、欠点はあるんですけれどもね。その。 欠点とかね、弱さも神の目には効果でたっといしね本当に価値ある <laughs>、うん、私たち自分では価値がないいいんじゃないかなと思っててもね、うんうん、価値ある人としてね神様は尊く用いてくださるしね、うん、そういう私もね、弱さがいっぱいあるんですよ。<laughs> 弱さいっぱいあってね。うんうん、だからこそね。人の弱さをね。うん、本当に素晴らしいね。って、私も言えるんですね。だからこの世には10名いたら10名と対話しても必ず同じ。あの解釈じゃないんだよね。そうですねみんな違う。この解釈の仕方がね、ええええということをこういうことが分かったら。ええ そんなにも怖くないことになるんですよね,すねだからちょっとしたスイッチの、ね、切り替えがね あれしたら年でもあるしそうですよねもうねナンバーワンっていうのは一人しかいないんですけどねオンリーワン一人一人ねオンリーワンでねその人の特徴があるしねその人の良さがあるもんですからねオンリーワンの人生をね私たちは見出して希望を持って進んでいきたいと思いますね必ずそのね。 弱さや欠点のない人っていないんですよね。必ず。サムじゃない限り人間欠点だらけ。そうですよ今自分はね、立派だと思ってても、ワンとね、またあの低くなされたりね、本当に上がったり下がったりのどんな人でもそうね。今自分はよっしゃと言ってね、あのオリンピックでね、一番になったと思ってね、もうのみんなから賞賛を受けて。 だけれど何かした表紙にね心が折れることもね、うん、あると思うんですね。うん、ですから私たちはただ見えるだけではね決められたところも良さもありますし、うんうん、希望も持ってね前進していきたいと思いますね。ですからあの、まあ 素晴らしいスポーツ選手もね、本当に自分との戦いで、うん、本当にあのここまでプロの、ね、選手としてやってこられたと思うんですね。うん、だからプロでもね、うん、もう本当にプロで頑張っていても、うん、ちょっとした心のあれでね、自殺する人もいるんですよ、うんすね、スポーツ選手でも。そうです、ねえーえー、ですからね。うん 一一番番にななとしててねねっったから薬を飲んでね違反してあとでこれがばれてねせっかく優勝したのに削られていくという私ねスポーツでいうとねマイケルちゃんがね今錦織選手のコーチやってるでしょそれが17歳でしたかなそれでグランドスラムのあの。 ウィンンルドン、えー、フランスと出したかね、うん、優勝した時の、うん、もうその前からなんかクリスチャンになったというふうなあれで、うん、なったその翌年でしたかね、うんうん、その洗礼を受けてその翌年優勝してね<お>その優勝してもずっとほら、うん、もういいことばっかりでしょ、うん、も,うもう見るだけでもとってもワクワクさ。あの マイケルちゃんマスクも本当にクリスチャンらしいねあれで言動もすごくく変わっっててきたねね柔らかなだからこれは聖書本当のね生きる指針だから柱だからどんな方でも頭良かったよとかね何とかという前にもう神様唯一だからやっぱり生きてる間はその神様を知る ということは、とても自分の人生にとってとてもいいことをいっぱい起こると思う。そうですね。やはりあの全知全能なる神様がね、上におられると思うと、思うとね、ナンバーワンでもね、あの本当にちょっとあの低くね、そして。 あのまろやかなな、ね、思、うん、思いになされると思うんですね、うん、そしてもっと心にゆとりができて、うん、本当にあの自分がナンバーワンでもね、うん、あの本当の神様の前に出ると本当にちっぽけな、ねうん、人間ですからねそういうあの希望もあるけれどもまた、うんあのね、本当に神の前に出ると一人間ですのでね、うん、本当にあの。 えー、素晴らしい面もあるしまたその弱さの中にも神様の助けがあって、うん、祝福があるからねここまで祝福されるっていうこともねうん、うん、よく分かってくるんですよね。うん、ですから私たちはどんなところ時でもあの弱さのない人間はいないと思いながらもまたね、うん、本当に互いに理解し合うまた愛し合うということも大切だということもねうん、うん、知って

互いに励まし合いながら互いにねあのもうとにかく自分一人抜群で、うん、こうねあのやりたいことをやる、ね、それよりもチームワークというのも大切じゃないですか。うん ね、先生としてはね,ね、うん、とても豊かになってる時こそ、うん、豊かっていうことは山のてっぺんになってる時に、うん、そのてっぺんになった時には下るしかない<ー>下ることしかないその時こそ気を引き締めてそれを維持していくためにはどうすればいいかとそこで髪の力が大事なんですよ。<ー>意外とててっっぺんになってる 時に、人、鼻が高くなって、病気をなって、で、生られてしまう。ような傾向がありますのでね。だから、そこら辺こう、豊かになっている時こそ。神。を。こう、慕っていくということはね、知るということはね。これがずっと持続していく。ことはもう確実なんですね。だから、それ知らなければ。世間が。 あの人鼻が高くなったねとかなんかねものすごくいばって人と話もしないとか何とかね人がこうだんだん荒れしていくんねだから人間は社会に生きているから一人では生きてないからやっぱりどういうふうに社会と調和をして生きていくかというふうなことがね平安に結びついてるというね。 負けはしないかという恐れも入ってくるから、うん、ああいうまた薬物にね、うん、あの飲んだり知られないで、うん、飲んだりして後でねばれてそれがね、うん、大変なことになるっていうこともあると思うんですけどね、うん、あの自分であって本当にあのかっこたる <laughs>、うん、あのものを掴んでいるとヘ安ンシャローム という気持ちの中でね。ね頑張っていけると思いますね。ますます楽しくなっていきますよ。よ <laughs>、ええええ、スポーツがね。<laughs> うん、またいろんな点で希望も持って進んでいけると思いますね。はい、ここでね。あの、はい、1一曲、皆さん聞いてみましょう。ね、はい。うん この番組は首里赤平町モノレール義母駅近くにあるシャローム精霊協会の提供でお届けしております、えー、今日は、えー、牧師をしています国吉陽子と、はい、白間久子ですよろしくお願いします,しします、えー、ね、あのシャロームの時間もう平安な時間で、うんえー、流しておりますが、えー、ね、えー、私たちの 心の中にはねその4つの心の領域があるということをね、うんうん、勉強しましたね。うん、1>, 1つは、えー、自分だけでなく他の人も知っている自分がいる 2>,、うん、2つ目は自分だけが知っており他の人には分からない自分がいる、えー、3つ目は自分は知らないが他の人には見える自分がいると、うん、そして4つ目。 自分だけでもなく自分だけでなくね他の人にもわからない部分があるこの四つのね心の領域があるということを勉強しましたよね、うんうん、この四つの部分ねこの潜在意識にある部分がねあのこう信仰がねあの高まって成就していくと少しずつその 心の傷が、ね、癒されるんですけど、うん、こ,のこの潜在意識の中にはねこの悪い性格とこの心が完全に癒されるためにはねこの内面の奥深くにある子どもの時からね生まれてきて、うんうん、子どもの時から深い心の傷があるとね、うん そこにどん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 あのマイナス面がね、うん、いっぱい入ってきて、うん、そしてあの、まあ、心の病うつ、ん、になったりまたねあのこういういろんなあの傷がねあるところに、うん、もう私たちの、ね、クリスチャンの名前でサタンがねこう住み着くようになると言うんですけれども、うん、あのそれを作り主なる、ね、神様は 全部を心もみんな作られて紙に似せて私たちを作られたから霊的ね動物とは違う人間は霊的動物だと言われてますねですからこの霊的な部分のねここの傷を癒すことによって私たちは明日に向かってね力強いあの勇気も出てくるんですよねですからどんな障害にあっても 立ち上がっていく力があるんですね。今、まあ、有名なあのヘレンケラーがそうでしたね。ねヘレンケラーすごいですね。もう本当に全部見ることもできない、聞くこともできない。本当にもうゼロの状態からね、うん、あのヘレンケラーを。 あちらまでね引き上げたあの先生がねサリバン先生ね、えー、そのサリバン先生がクシチャンだってね、うん、神様を知っておられたんですねそのサリバン先生も子供の時から大変苦しい思いをしてこられた方なんですね、うんうん、あのお父さんがアルコール依存症だったと聞いているんですね、えー、そ,そして、えー、大変な目にねあっていつも乱暴を受けてね あのサリバン先生ご自身も弱かったんですよね、うん、目もちょっとあの弱いそういう中で成長してきてね、うん、聖書と出会ってサリバン先生はね心が強くなっていってそれ、うん、でヘレン・ケラを見た時に「あヘレン・ケラのために」と言ってねあれほど立派にね作り変えていったんですね。うん、神様と一緒の,あのお仕事なさって ららられるからね、うんうん、あちらまでそしてヘレン・ケラーもね全世界に出ていって、うん、いろんなね、うん、あの励ましの言葉もね伝えていっていますね。うん、ですから私たちは、うん、どんなに弱くても、うん、本当の作り主の前に出される時に、うん、作り主がね「あなたは私の目には効果でだったっといですよ」ってね 励ましてくださるんですよねですから「私あなたを愛している」ということをね聞くとあ自分は本当に弱い欠点だらけの自分と思っていたけれども本当にね作り主に愛されてるんだと。 いうことを知るとね、うんうん、少しずつ少しずつ感謝の気持ちも出てくると思うんですね。うん、だって目が見えるっていうことはね、素晴らしいですよね。うん、ああもう本当にこの前来られた男性ね、私ももう何度も言いましたよね。あなたは素晴らしいですよって、うん、本当に私たちあの進学校で教わった時はね、そうでしたね。うん、みんな最初はね、あの自分私も っってかからら学校入ったもんですからね、大丈夫かな <laughs> この年で学んで大丈夫かなと思ってましたらね、うん、まあねあ,のあなたは愛されてますよ、うんうん、言ってねそして教えられるその先生ねいつも繰り返し「僕はハンサムです」って 神様に作られたからハンサムなんですということをね言ってましたね自分もそういうふうに思おうとねちょっとした言葉をね刺激的な言葉を言われてもあ私は神様からされてるんだと思ってねあなたはね あのもうデブじゃないかって言われてもね私は神様に愛されてますから大丈夫ですと言ってねあのそういう思いはね消えていくんですねですから私たちも本当に愛してくださる私たちの霊のね父親がおられるということを聞いているとね、うんうん、本当に力強いですよね。何にでも挑戦してあのチャレンジする心が与えられるんですね。 うんもうね、その,あのサタンはもう悪魔は、ね、このチャレンジ精神を、うん、その人の希望を失わすんですよね<う>あなたは何にもできない、うん、あなたは弱いあなたの能力で駄目だとかね、うんうん、そういうふうにマイナス面しか、うん、あの見せないんですけれども、うんうん、しかしね愛するあの 作り主はそうじゃないですよね、うん、どんなにあなたを、ね、産んだ母親はあなたのことを忘れないとましてやね母親があなたを忘れても私の目にはあなたは高価で尊いですよってね、うん、私はあなたに命を与えた神、うん、あなたの作り主だから、うん、あなたは尊たいですと言ってねあの呼びかけてるんですよね。ですから私も 本当にねあの高校時代に2か年休学したと言いましたよね、うん、そしてまたあの高校2年生からね復学したんですけどそしたら高校は3か年ですよねそして私の同一緒に入学した人たちはもうね大学生になってるか社会人になってるかもうまた専門学校行ってね いやあのバリバリいろんなものに自分の,あの目標に向かって進んでいるからね、うん、私はその中にあって高校生、うん、まだ高校生 <laughs> 寂しいなと思う思いでいっぱいだったですよ、うんうん、ですから何のために生きてるのかなというね思いがねとてもありましたけれども、うんうん、その時はもう私はすでにあの聖書と出会ってましたからねあの母もクリスチャンでしたので。うん もういつもね励まされて母親にも励まされていましたしね、うん、また言葉もねあの私が母から伝えられたあのの短歌あの、ね「上を見上げれば霧がなしとや百合の花」「下をつむきてつつましく咲く」というね百合の花を、うん、あの母も大好き私も大好きなんですけどね、うん、まあ あの本当に上を見たら限りがないんですよね。いいよね立派な人はね,ねいっぱいたくさんいますね。もう本当に自分が <laughs> あの弱さの中にいてね、うん、あのでもあの本当につつましく咲くことも大切だなと思いましたのでね。ねね仕事の関係で、うん、そのすごくしゅあの。 もう金持ちになった人の,、ええ、あの話を聞いてね、ええ、過去はバラ色過去はえ何だったっけえ過去は宝未来はバラ色って言って言ったことに対してね過去に本当に宝なのかって宝になるぐらいのこのあ。 宝っていう意味がちょっとあれだけこんなに苦労してるのこれが宝って何よって,ってすごく反発もしたことがあるんですけどねとにかく今になったらその過去とかあるいは失敗とかそういうふうなものを経験してる人こそ。 成功者が多いんです失敗もしたくないこのとにかく平平凡々でもうやってるその何て言うの失敗を恐れて何もしなければ成功もしないしていないというようなことを聞いた時にだから失敗はいい経験だとまた宝であるということがねもうだんだん分かるようになってね。 失敗は成功のもととよく言いますからね。うんうん、ううねはい、そうですね。だからのあの挑戦するということもね、はいはい、あの大事。挑戦もしなければ、うんええ、もうそれがどこまでいくかということの測りがもうできないんですね。ええええ、そうですね。だから、ええ、やはり。ええ 人生って楽しく生きるためにはねいろんなこととぶつかり合って壁をあって壁を乗り越えてまたこの壁があるまた次の壁があるそうです、ね、いくつも壁はあるんですよねそれ乗り越えてあと自分の生きる道、ねはい、あこれなんだということがわかるようになりますね,そうですね今の若者たちもねいっぱいチャレンジして、うん、失敗してもまた立ち上がればいいしね、はいうん、その心のね内を 本当に、うん、あの強くして、うん、ですからねあの恐れてはならないたじろいではならないというねあの聖書の御言葉ね <laughs> 私がいつもあなたともにいるというね、うんうん、聖書の御言葉は今年のね兵庫にしましたけどね、うんうん、本当に今の若い人たちにもね呼びかけてもうね鬱つの人たちも大勢ねいろんな問題で、ね、悩んでる若い人たちいますとね。あの まあ報道でね聞くんですけれどもその人たちもね希望を持ってくださいともうねいろんなあの問題乗り越えていくね力を受けてくださいと失敗はね成功のもとですからねいっぱいの転んでもまた立ち上がれば七転び八起きねもうね急 転びあの陶器ってよく言う人もいますしね転んだらまた立ち上がればいいんですからね、うんうん、私たちは力強くまた這い上がって人生の波荒波も越えていきましょうねさっきの「人生の海へ」をね、うんうん、聞きましたのでね本当に私たちは。 喜びをを持持っってて感謝そうですのね喜びなさいまた言います喜びなさいそして感謝しなさいってこういうことで喜んでる姿を見るとねやっぱりああいうふうになりたいなという気持ちになりますよね。思想的な顔してたら何あの顔を当ててねあまり近寄りがたいよね変な顔言ってたらね。だからいつも喜んでる人にこう行きたいですよね。 だからそういうことを聖書を読んでるとだんだんまた自分磨きというのが聖書を読んでいるとそれが人がどういう行動をしているかということの顔を見ても何かしら分かるような感じがしてくるんですね。 キリスト教はね十字架があのもうね中心なんですけど、うん、十字架はプラスの形してますよね、うん、ですからどんなマイナスでもプラスに変えてくださる、うん、過去のマイナスもねプラスに変えてくださるし、うん、これから起こるであろうマイナスもね全てプラスに変えてくださる、うんうん、私も病気したけどあの病気があったからね、うん、本当にあの人の痛みもわかるし、うん、プラスに変えてくださった。 と思ってますのでね、うん、どんなマイナスもプラスに変える、ねうん、十字架があるもんですからね,ね本当にまた私たちは、ね、いつかはこの肉体は死んでいきますけれどもね、うん、必ず十字架のもう一つのあれはイエス・キリストが復活したようにイエス・キリストを信じる人はね どんな人でも死んでも永遠の命というのをね与えられるということねまたどんな罪も許されるということですねイエス・キリストが全てを担って十字架の上でねあの来られ登られたのでこの人たちは何をしているかわからないのですどうぞ許してくださいと言ってねイエス・キリストがもう許しをなさったんですよね。 ですから私たちはどんな罪があっても弱さがあっても許された愛する子と,となってますので希望を持って進んでいきましょう、はい、そしてねあの永遠の命というのもありますので永遠の命をどうぞ受け取ってほしいと思いますねそうするとね希望もまたあの病気も怖くなくなっていきますよ。永遠の命があるもんですからね。うん はい、要するに聖書を読んでるとイエス・キリストが自分の心にいる常にいるという確信を持つこと,な持つことがねすごくこの平安になる、はい、そうですね,、うん、ですね平安というのは世の世の考えている平安とは違う平安そ<安>なのね。 知ってほしいみんなそうですね。そのために私だしねラジオでねあの呼びかけてるんですよね。どうぞラジオ聞いて本当に一人ぽっちだと思っている人どうぞお電話してください。きっとあのあなたにもね喜びの人生が待ってます。あのこの前ね一つあの電話かかってきたんですよ。ですけどねあの電話をこのの 非通話話の電話番号が出ない非通,知、はい、非通知のですから私たちはこのようにね何かをしている時は電話取れない時が多いんですね、うん、ですから後で自分が電話できる時間にこの電話番号があったら電話できるんですけどね非通知の電話では電話出てこないんですよ。ですから 寂しいなと思ってますので、どうぞ非通知なさった方、どうぞあの私が取れる時間、えー、ねお電話できると思いますので、あのまた電話をかけてください。またあのいつでも電話を待ってますのでね、ね教会の電話番号を伝えときます。うん、シャローム聖霊教会の電話番号はゼロ九八八八七 二六二一です。ゼロ九八八八七。二六二一。シャローム聖霊教会ですね。えー、皆さん、どうぞ。あの、ご遠慮なさらずに、お電話ください。こちらが、あのじ、電話できる時間があると思いますので。その時は、喜んでお電話させていただきます。あなたも素晴らしい。神様に愛されている子ですので。うん どうぞ素晴らしい人生を過ごしてほしいと思います、はい、悩んでたら体に毒が入ると思ったら、ねね、悩まないですぐ教会に相談をする、はい、ということも大事だと思うのでねそういう教会があるということをみんな知ってほしい、はい、どうぞご希望を持って皆さん、えー、人生乗り切っていってください。 ね、素晴らしい明日はまたね、うん、素晴らしい時間になると思いますのでね、うん、曲聴いてからしますよね。いい え皆さんあラジオを聞きの皆さんありがとうございましたどうぞ素晴らしい人生素晴らしい日々を過ごされてくださいえこの番組では最後にお祈りをしておりますのでみんなご一緒にしていきたいと思います、ね、え愛する天のとおさま 感謝します神様から与えられたこの命をみんな喜んで本当に感謝して日々を過ごすことができますように特に神様本当に一りぼっちでいる方の上にまた病んでいる方々の上にも神様のの癒しのみてを強めてくださいこのラジオ局を通して神様の素晴らしい見技が現れ働いておられる方々一人一人に主の知恵と力を あらゆる賜物を授けてくださり素晴らしい神様幸せな時間を届けることのできるラジオ局にしてください働いておられる方々の家にも神様の祝福が豊かに祝福されまた聴いておられる方々の家にも神様の大いなる祝福が満ち溢れますように偉大なる主イエス・キリストの皆によってお祈りします。